あの第2部ということで、あの私、横澤の方からの HLA の,の検査試薬といったところであの始めさせていただければと思います。こちらの中身3つにあの分けてございまして、えっと、1つ目が HLA タイピング、2つ目が抗体検査、で3つ目がそれら検査の精度向上のためにという3部構成になっております。では始めさせていただきたいと思います。最初、HLA タイピングですね。 HLA タイピングなんですけども、まあ、もちろんその HLA の遺伝子を解析して、タリルを決定するといったところになるんですが、あの以前はあのセロロジーというものですね、セロロジーの結成学で HLA を決めてたんですよね。ただ、1990年の後半からですね、遺伝子というものが別に HLA に限らず、技術的にあの進歩してきまして、基本的な遺伝子検査の時代に入ってきたのが9 1990年の後半です。 で遺伝子検査が導入されることによって、新しいものがどんどん増えてきたといったところで、あのアリルを、その解像度を上げていかなきゃいけないという必要性が出てきました。で、さらにですね、あのまあ移植も含めてです、ね、あの需要が増えてきて、あのスループットを上げなくてはいけないというあの課題も出てきました。で、最後にあの解像度も上げなくてはいけない、そしてスループットも上げなくてはいけないということで、いろんな技術革新が進んできたという歴史がございます。 でそのタイピングトレイというのが一番上にあるのが、その結成学と言われるところですけれども、この SSP 法というものからがですね、遺伝子解析というところになります。で、簡単にですね、それぞれを説明させていただければと思うんですが、あのタイピングトレイというのが、あのまあ、結成学といったところです。ただ、A2 とか A24 とかいう形で、非常にもう解像度としては2桁が限界と、当然、あの結成学ですので、2桁が限界といったところになります。 で、モレキュラーの時代になりまして、遺伝子の時代ですね、なりまして、SSP、RSSO、SBT、NGS と進んできたというわけでございます。で、SSP 法、この後にそれぞれのところを詳しく言いますが、 お伝えさせていただくんですが、ここらちょっとテーブルのところで、簡単にそれぞれのポイントだけを説明してから、細かいところに移っていこうかなと思います。まず SSP 法ですね。こちらは、あのまあ、ここにちょっと図を入れてますけども、このゲルを使ってです、ね、あの解析するのが今メ、メジャーな SSP 法にはなるんですが、まあ、短時間でできるというメリットはあるんですけども、1個の検体でこの1枚のゲル、96ウェルを使わなくてはいけないというところもあるので、大量検体には向いてないと。 いったところになりますではその、そのスループットを改善し,しなくてはいけないというところで開発されたのが SSO 法ですね。で、これはあのラボスキャンですとかルミネックスを使った検査で、最も,も今日本でも行われている検査かなと思いますけども、これを導入することによって大量検体が処理できるようになりましたというところと、解像度も SSP 法に比べたら中から高に上がってきたというところになります。ただ、やはりその HLA の,の多様性に対しては、 あの完全に対応することができず一部はやっぱりみなし判定になってしまうという課題は残っています。でそのさらに高解像度に展開したいということでああ出てきたのが SBT 法ですね。こ,れはこちらはは SSO 法に比べて高解像度は実現でできるんですが やはりその高額なシークエンサーという機械を買わなくてはいけないということに加えて、1検体ずつでですね、使うウェルがあの多かったりですとか、シークエンスをかける時間がかかるとかっていうところで、やっぱり課題が残っているといったのも現状かなと思います。で、最近一番新しい方法というのが、この n g s 法次世代シークエンスという機械を使っての、テクノロジーを使ってのタイピングですね。こちらはあの全配列がタイピングできる、あの 既存の方法では最も高解像度と言われる方法になります。ただ多少の,あの操作の煩雑さは残るんですが、最近その市役の方の開発がどんどん進んでおりまして、そこまであの煩雑さがなくなってきたのかなというのが私の実感でございます。ではそれぞれ SSP 法から順にもうちょっと細かくお話をしていきたいと思いますが、 SSP 法に入る前にですねあの、血清学のところだけ少し2枚スライドを用意させていただきました。血清学を話すときにはですね、このドクター・寺崎というものがですねあの、切っては切り離せないものなんですけども、そもそもこの寺崎先生が、あの下に書いてある 1, 1マイクロの血清であの、まあ、テストする方法を開発したといったところがございまして、これが寺崎トレイと言われるものになるんですけども、この先生が、 臓器移植において HLA。